皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校3年生の国語、言葉で伝え合う4時間目の内容です。今日の目当てはいろいろな伝え方について考えようです。動画を止めてノートに目当てを書いてみましょう。書き終わったらまた動画を再生してください。次に教科書の85ページを開きましょう。写真がありますね。何を表しているのかを考えていきましょう。次の写真は何を表していますか？これは道路にある歩行者用信号です。歩く人の形と緑色の組み合わせで進めの意味、止まる人の形と赤色の組み合わせで止まれの意味を表しています。次の写真は何を表していますか？これは通学路を表す交通標識ですね。形や色によって意味を表しています。次の記号は何を表していますか？これはナイフとフォークですね。食べる道具が書いてあるので、食べるところだとわかりますね。次の記号は何を表していますか？これは非常口ですね。逃げる人の絵があります。暗いと光るようになっていますね。このように空港や駅など人が多く集まる場所には物の形や様子をかたどったものが記号として使われています。それでは一緒に学習のまとめをしていきましょう。記号や絵は色や形で意味が伝わるので便利である。動画を止めてノートにまとめを書いてみましょう。書き終わったらまた動画を再生してください。このようなものは身の回りにたくさんありますね。探して見つけてみましょう。手話や点字などについても調べてみるといいですね。教科書85ページを開きましょう。手話や点字について詳しく調べてみましょう。85ページのイラストは、こんにちは、ありがとう、さようならを表しています。手話は手や指、顔や体の動きなどで意味を伝えます。耳が不自由な人を中心に使われています。教科書86ページを開きましょう。
点字は盛り上がった小さな点で作られた文字です。6つの点を組み合わせて50音や記号、数字などを表します。目の不自由な人が指で触って読み取れるようになっています。87ページを開いてください。漢字の練習、2年生で習った漢字です。動画を止めて漢字をノートに書きましょう。書き終わったらまた動画を再生してください。これが答えです。動画を止めて答え合わせをしましょう。できましたか？できなかった漢字は5回以上練習しましょう。書き終わったらまた動画を再生してください。次に慣用句を読みましょう。意味がわかりますか？一度動画を止めて、わからないものは調べてみましょう。答えは最後に提示します。調べたらまた動画を再生してください。慣用句の意味を調べることができましたか？動画を止めて確認をしましょう。普段の生活で慣用句も使えるといいですね。これで小学校3年生国語、言葉で伝え合う4時間目の学習を終わりにします。